カムバックロダウジャーン、メル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 。ロナウドちゃんが私のチームからいなくなって早1週間ぐらい経ちました。この日を待っていましたナショナルチームスターズ、ようやくスペシャルエージェントでロナウちゃんがボンバーする感じでパーパーでございますから、パーパーして77,000GP なんてあるわけないだろう。行くしかありません。パー 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16。 日本人はパーパーして、日本人のガチャはね、あ、日本人ガチャじゃないよ、また今度やりますんで、試合明日かな、明日やれたらいいなと思ってます。いつも思ってます、明日やれたらいいな。叶ったことはありますか。メッセージ性の強い動画になって申し訳ございませんでした。行きましょう、ロナウちゃんをカムバックパーパー。このためにね、枠を広げときゃよかったんだけど、こんなにパーパー早くロナウちゃんがボンバーするであろうガチャが来るとは思いませんでしたので、まずは1万円ぶち込んでやりますよ。今週ロナウちゃん確か B ですから来てくれと。ちなみに昨日ね、ちょっとだけ引いたんだよこのガチャ。そしたら誰来たっけな、ちょっと 見よう、一回見よう、それを一回見ようね。誰だこのハゲは。おう、デルディオクさん、ロナウちゃんじゃ。何今92、数値90にあったけど、ちょっと待って、ちょっと一旦ね、昨日ね確かね、あ、別に戻んなくていいのか、わかるか、そうだね、あの三角をした候補リスト、これで俺が覚えてるはず。あ、ノイヤー来た、そう、ノイヤー来た、で、ロッペン来た、そう、ロックかけてるやつだ。危ない危ない、ノイヤーでしょ、ロッペンでしょ、ボヌッチでしょ、黒、あとダビド・シルバ、フンメルス、イスコ、結構来たんだよね。指定権も来た、アメロード、え、めっちゃ来てるやん。ただ俺が欲しいのはクリスチャーノさん、あなたなんです、あなたが欲しい、お願いいたします。ボンバー、金、え、金ってどうなの、ちょっとゲームよし、あーあー、セクシー、この音が、あ、リフトしたいな、どうなの、え、使えそうじゃない、スピード瞬発、うん、まあでもリフトしたいなはあれだよね、いつもフィジカルはいいけど、なんかこう何かできるかって言ったら、そんなになんかめっちゃ秀でてるとかないよみたいな、でも悪くないみたいなね。おお、ロナウちゃん、あ、ロナウちゃんを、フランスはムバンジェ、あ、顔、キャラクターはいいよね、顔がキャラクターいいんだよな、このこいつがめっちゃクリロナぐらい上手かったら、俺のさ、あのサッカーゲーライフはかなりあの満たされますよ。この面白い顔で、この面白い顔のやつでいっぱい点決めてパフォーマンスしまくったらめちゃめちゃ満たされる。ロナウド、ほんとそろそろ帰ってきて、もう間違えないから、もう間違えないロナー、誰だー、イゴン・レフチョク、いや全然こんなトサカみたいなさ、コナミさんが嘘くさいトサカみたいな取ってつけたようなのモデリングしてたけどもやな、写真見たらこうなかったじゃん。逆にね、パー、まあ、シルバーばっかりが出るのはもう承知の上ですよ。ガンボアさん、え、足速、え、足速、スタミナは81か、うんうん、悪くないね。ちょっとアレックス・ビダル的なノリで使えるかもしれない。黒の確率 2.9%、 お願いします。あ、ずれろずれろずれろ、うー、じらしてくるね。まあでも俺まだね、余裕があるよ、心に余裕がまだありますよ。こんなじらしぐらいでね、へえーとかはならない。おもろい子は私にくれみたいな感じで全然余裕。あー、まあ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 、まあ、でも昨日ねむっちゃ出たんだよマジで、黒とか金とか、だからそれがね、まあ、ちょっと確率的にボンバーちゃうんかいと、おいボケこらと
おい僕へこら今日当たるんけーみたいな感じで思ってますけど、お、なんでこれベーラミ、あ、ベーラミってあのベーラミだよね、スイス、ウディネーゼ、あれベーラミってリバプールいたっけ、ベーラミってリバプールっぽくない、いや、アーセナルっぽいかな、まあいいや、ニュージャスミンティーを買ってまいりましたんで、一口、おしゃべりのしすぎで一口喉が渇いてしまいましたんで、二口分飲みたいと思います。あー、まあいい。その、パ、お待たせいたしました。くるく、お、あれあるんじゃない、これあるんじゃない、いや、でもなんか、ありそう。誰だ、お、デコ、無理以上。デコ長かったけど、ま、iPad やんけ、あそこ。シュッシュッシュッシュや、めちゃめちゃなんか綺麗なおでこだね。iPad や、あれ。おでこんとこシュッシュッシュッシュやったら、表情が変わったりとか。楽しい動きで僕たちを楽しませてくれるかも。課金をさせてくれー。ロダウド引かせてよー。いや、でもなんか、マジで、みんなはね、わからんかもしれんけど、伝わってないかもしれんけど、やってる本人としてはもう、コントローラーから黒が来るんちゃうかっていう、もうこのね、なんかひしひしと感じますね、本当にもう引けば当たるんちゃうかみたいな、アソフェイエ、アソフェイファ、アソフェイファさんですね、馴染みがなさすぎますね、ちょっとね、全部吐く、あ、そ、フェイファよ、わかる、あと、イ以外、フェイファ、名前の半分以上が吐く音と、もう、アソフェイファ、わかる、酸欠なるわっていうこと、しっかりとしたね、いか、い、あの、近所の怖いおじさんに言わせたらもう、酸欠なるわで、ボーンやろ、もうそんな、無駄話はもうどうでもいいんですよ、本当に。私はロナウドが引きたい、その気持ちだけで皆さんにこの顔を晒してね、毎日動画をパーパーしてますんでよ。いやー、なんかね、並んだらさ、きそうな気するよね。でも並んでくるのは銀やね、銀がブルルルルってきて、えらい、いつもより止まるの遅いなと思ってたら、最後ゆっくり黒が流れてきてピチョーン、それ特別演出ありますから、ふぅ、あー、ほらー、来い、これい、なんかさ、黒が流れてないような気がする、ちょっと流れ、どっか行っちゃったかな、いや、いい顔しとんな、こいつ、いい顔しとる、いい顔、立派やな、口パー開けたらもう、虫がバーみたいなね、グリーンマイルじゃないけど、あれ誰だっけ、あの人、あの人名前なんだっけ、グリーンマイルド、口パー開けて虫パー出すやつ、あ、キン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 、ねー、誰だっけな、わからんけど引かないな、これはこのスパイクじゃないって、このデコボコスパイクじゃなくて、黄色いあのフライニットの編み込みのやつ、ジャンプ、ボールダッシュ、ヘディング、ディフェンスセンスどうだ、でも、ま、割と、あ、でもちょっとちっちゃい、ちょっとちっちゃいよね、こんだけちっちゃいんだったらもうちょっと足欲しい、ナチョとかもそうだし、ラモスとかも、ラモスでも足、ラモス不思議なのよね、足あんま速くないのにいるーみたいな、気づいたらちゃんとくっついてるみたいな、はい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 、クジスズトフ、モンチュニスキ、呪文やんけ、もう読めたか、よ、親大変じゃないのかな、クジスズメジモンチュニスキ大変だよ、もうちょっとさっぱりした名前でゾマーとかね、ヤンドジェイチク、なんでこうもさ、あのあんまり知らない選手ってさ、読みにくい名前とかさ、なんかねえ、なんかわかるでしょ、ルーニー、ロナウドとかさ、わかるじゃん、メッシーとかさ、弱い、あんまり上手くないサッカー選手、ウジュシジュシュジホンベロスキーよ、あ、あれ何言って強いの今、ポルトガル、ラツヨ、キックスピード、瞬発、決定力75、割と微妙ですね、まあ、もう結構年
年齢重ねてね、ベテランの域に達してますんで、まあこれぐらいはしょうがないかなっていう感じがしますけど、そろそろ来てもええんちゃうか、うん、4000円分ぐらいも引いたからね。まあまあまあ、でも 2.9% で、何、ワストン、ワストンフィジカルコンタクト95、鬼じゃん、鬼じゃんこいつ、顔怖いもん、顔怖いじゃん、ムサカさんみたいな、コスタリカのムサカさんだ、絶対怖いやん、あれ、あの人エレベーターで一緒になったらさ、ちょっと緊張、めちゃめちゃ緊張しない？なんかもう触らんように触らんようにこう、こ怒られんようにするよね。あ、金来た、金来た、ムサカさんにビビってた、コスタリカのムサカさんにビビってた、金来ましたけども、もうキーパーマジでいらないんだよ、ノイアーデヘアいるから、ロマンベルキですね。あ、能力高いじゃん。でも GK 選手がね低いのはね、 GK センスか、違う、 GK センスが低いのは割とねポジショニングがに影響してくるんで、ゴミって感じ。あ、保有枠、もう保有枠ないの、あんたたち、あんたたちもう一回売るわよ、いいわね。で、金をね売らなきゃいけない、金をね売らなきゃいけない、トムヒート、ジョンストーンズ、あ、ジョンストーンズ、まあいいや、絶対使わん、なんだかんだね、クリホビアクは使う、オーリエも使う、バデリ、わからんな、この辺ちょっとわからんな、サイトはダメだよ、サイトは、ネルシーニョ、ネルシーニョ強そうなんだよね、ザッコパスタ、バーディを使うよ、バーディ、ミルクわからんけど、フェルトマン使わない、そこのポジションはもう埋まっとる、ダニー・ブリント、あ、ダニー・ローズね、迷いだよね、これ、ディフェンスセンスとボール出しが結構高いんだよね、エデル、何リフトしたいな、デンベレ、デンベレ、ロマン・ビュリキー、マイル、あ、そう、カイル・ウォーカーもゲットした、鬼でしょ、マティア・ペレン、で、これを放出すると、たくさんお金になっていいね、みたいな、で、シルバーコンプでうがうがよ、みたいな、あ、でも、そうだね、もう、ほぼ、金みたいな、楽しいガチャが出来上がります、まあ、売ったやつが返ってくるだけなんだけど、あとデンベレ育てるために15人のトレーニングコーチを雇っていくっていうのもありやな。引け！帰ってくるだけやろ。誰だ？ライアン・バートル。あれ帰ってきた？違うな。わかった。これやろ。金が来たらもうトレーニングコーチにしよう。よし。いかがでございましょうか。このメンタリストチャマで、銀はコンプとクローゼ、銀は取っていく。あ、え、能力結構高かった、88、87とかあったけど、お願いいたしますよ、ムバッペ。そう、これはね、ロナウド獲得もそうだし、ムバッペ育成という理由もある。あ、シルバーなんだかんだね、ダビド・オスピナ、顔が面白いです、顔が面白いな、なんかな、そろそろ半分ですよ、もうそろそろ黒が来ちゃってもいいんじゃないでしょうか、私はそう考えている、お願いします、トゥトゥってずれないとね、ずれないとね、ジェニー・エレーラですよ、よし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 、枠がやっぱ欲しいね、あ、次、あ、トレーニングコーチじゃなくて打って枠を一回広げるか、そしたらパーパーやろ、帰ってくるだけだけど、まあ、帰ってくるだけなんだけど、しかないね、誰だい、名前を名乗ってごらんなさい、ジャコモ・ボナベントゥーラー、ボナベントゥーラーなんか顔ダサくない、もうちょっとイケメンじゃなかった、え、ちょいダサだね、トレーニングコーチでボンバームバッベゲッムバッベ育成、よしよし、金が帰ってくるね、引け引いた、誰だ、引くときってちょっとかかとらへんで足ボールピンってやってるよね、おデレアリー、デルアリなんだ、デレじゃないんだ、どっちでもいいやつか、デレアリってどうなんだろう、 FIFA だと結構強いんだけど、まあ一応取っとくか、前にね獲得したことがあるような気がします、
恨み抜くコネと顔めちゃめちゃ陽気だなこの人。フィジカルコンタクト91、ボールダッシュ、ディフェンスセンス78だもんね。スピード瞬発、ということで、まあ1本目はこの辺にしといたろう。コナミさん分かっとるな。2本目ロナウド班ハノンマッセパー、まったねー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。